名古屋市中村区地下鉄国際センター駅すぐ近くにあるこちらのカフェ2階に上がると目に飛び込んできたのはカウンターのそばに置かれた植物実はこれ盆栽なんです初めての体験なんですけどあのすごくいいなと思います。意外な組み合わせびっくりしましまた、うん あのお手元に小さな盆栽を眺めながらコーヒーとかお茶の香りを楽しんでいただける新しいスタイルのカフェです盆栽を眺めながらコーヒーをいただけるカフェその名もサイフォンの間カウンター席にはいろんな盆栽が並んでいてちょっと不思議な空間です お手元茶室って僕は言ってるんですけど黒い畳が敷いてあります自分のお盆の上に置かれた盆栽を一つの自分のお手元の庭だと思って一杯のコーヒーやお茶を楽しむことができます茶室から見る庭に見立てた空間で落ち着いてコーヒーを味わうことができるというわけさらに要望があればコーヒーのイメージに合わせて盆栽を添えてくれるということで メニューの中からフルーティーな香りが特徴のコーヒーを頼んでみるとこちらがサイホンっていうコーヒーですね小さいお花を思わせるような甘く爽やかな香りが広がっていきますこれに合うヒメネムという木なんですけどねピンク色の淡い可愛い花を咲かせますがまさに見た目の印象がすごく合うので甘く華やかな味のコーヒーに可愛いお花が咲いた盆栽を合わせてくれました ちなみに店内にある盆栽で気に入ったものがあれば自分のテーブルに持ってきても OK なんか花が可愛いなと思って <laughs> 癒されるって感じとヒーリング効果があるなっていう感じがしますこの空間がなんか自分の空間っていう感じではいすごくいいです一緒にいただくコーヒーも特別実はバリスタの中山さん サイフォンを入れる専門の人をサイフォニストと言ってそのチャンピオンとしてあのずっと活動してますサイフォンコーヒーの日本一を決める大会で3度も優勝したことのあるすごい経歴の持ち主サイフォンは高温で短時間に仕上げてコーヒーなどを入れてきます高温で入れると香り立ちよくてすっきりとした味わいのコーヒーになったりするんで お店のコンセプトはカフェ以上美術館未満こんな角度で眺めると月と盆栽のように見えるので写真を撮るのにおすすめなんだとかコーヒー以外に盆栽に見立てたこちらのプリンも人気遊び心が溢れています名古屋の人はね一杯のコーヒーの香りを盆栽目でながら飲むんだよねなんて文化がね世界で広がっていったら面白いですよね